シューは炙ってるんですか。まあ、チャーシュー丼と、トッピングのチャーシューのみ。のみ、うん、普通の方に回ってる方のチャーシューちょっとね、最近硬いって言われるんだけど、はい、うん、炙りだとね、余計硬くなっちゃうから最近湯煎にしちゃってるんだけど、湯煎、うん、くらい前じゃなくて、いやもう1年以上になりますね。ですよね、うん、その時になんかとんかつを食べに行ったら、うん、豚がないと、いう話で一気に1キロ100円ぐらい上がっちゃったんだ。取れないからってことですね。甘いですよ、始めた頃って言ったら1キロ200円違っちゃった。これはでかい。豚に関してもみんな高くなっちゃった。ラードからもう背脂から肩骨から何から、シャレにならないですね。TPP 騒がれてるけどね、じゃあ豚肉が入ってくれるよってありがたいんだけどね。役所さんも大変なことになりそうみたいですもんね。野菜をほとんどなんか完全に撤廃されるみたいな。みたいな話です、うん、消費者にはいいんですけど、生産者には大変ですね。日本の農業潰したくなるかね、としか考えられないぐらいの、ね、も全然ダメだったけど、あれだね、人気になって余計立ち悪くなったよね、うん、もう、なんていうか関係ないんだなって感じですね。貧乏に勝手に死んだらそんな感じで出るよ、俺は。もう、うん、最近はもう、とにかく自分と言ったら片詰めるっていうか、ほんと勝手な感じがすごいですよね。裏が操ってますね、うん、操り人形、政治家なんか、政治家なんかバカだったらバカの方でいいらしいもん。相当そうらしいですね。うん、かかりが重いようにできるから。なので、うん、悪いですよ ね本当に思うんですよ。この間のほら、国連の会議あったじゃないですか。はい、あの時も何、事前に質問を用意されてたの日本だけなんだって言われ、うん、ひどいですよね。でおまけになんか ロイターかなんかの記者がさ、アドリブで質問すり込まれたんだって、はい、難民問題どうお考えでしょうか、なんかわけがわかんないこと答えたらさ、まあ、答えられないですよね。どこまでアデアバカなんだってそういう感じらしいよ。もう、難民問題でも我が国では女性 何活躍問題がどうだろうことだって変な答えをしたらしいんだよね。もうわけのわからない人たちに、うん、奥近く動くわけですもん ねだから よくないですよね。あれじゃあ歳入でしたっけ、うん、給料じゃなくて歳入です。ひどい。だってもうずっ
人だって、あの給与所得が下がる一方だって、ポンコツなアベノミクスのせいでさ、物価ばっかり上がっちゃって。そうなんですよね。ほんとたまったことじゃないよ。その、なんか急激になんかみんなの消費が冷え込む感が、うん、それはしょうがないよね。もうあれじゃあ、うん、そりゃあみんな使わなくなるよみたいな。振るってくれるというか、うん、おこいつはとか思うとすぐに化けの皮が出るから橋本通るとかだねーですよね。なかなか、うん、ちょっと石はなんかも口ほどでもないみたいだし、なかなかいい人はいない。前よりは道路工事が減ったような気がするような、前ほど大胆にはできなくなったのかなみたいな感じが。一応この市役所もきっと使いでも多くなってるし、あれなんか陣屋門問題であれ副市長がなんか辞任したらしいよね。そう、あ知らない、あの陣屋門ありますね、あの、あの市民会館の前の、はい、うん、あれなんか6スポは予算や調査もしないで市長が勝手にあそこ持ってきたと思うんですよ、うん、かかった費用5,600万、内部告発であの今監査が何かにかかっているらしいんだよね。うん、だからあの席が出るともう、ね、あの市長は全額を使ってない。じゃ市長は出す。そうそう。でなんかでっかい水面を手に入ったらしい。副市長がやめたくれたから、これ市長が首くくりにも近いかなとか。可能性はありそうです。うん、そんな悪いことが。まあ本人はいいことだと思ってやったみたいな感じ。なんか選挙公約に書いてあったらしいんだけどさ、ただそんなことやってる場合じゃないでしょって言われてねえ、ですね、うん、あんなもん押したくてさ、5,600万もかかんだね。5,600万、うん、なんか身内の業者からなんか言ったもんじゃない。あー悪いですね、うん、悪いです。5,600万だよ。シャレになんないですよね。そんなんばっかりってことですね。あんなところですもんね。そうちの親父が言ってた。あと一番ひどかったのがなんか時間で、あの卵博誘致ってあれだったの、もちろん知らなかったんだよね。なんか石岡で卵博っていうのをやろうとして、なんかだいぶあの汚いことやったらしくて、それに関わってた人間3人くらい死んだらしいんだよ。死んだんですか。死んだらしい。で、あの、使い物にならなくなった土地を、あの、新しい焼き場にしたら、あそこですか。それは市役所の職員から聞いた話だから間違いない。悪いですね。重大な、その、はぁ、チンヤモン戻ってましたけど、はあ、
第一病院までの道つなげられないわけですね。うん、そこの新しい道は。まあそこでも無理でしょ。無理ですよね。あんな家の密集してるとこ。はい。まあ途中までしかやらないっていうところがまた悪いですね。うん、いや俺だって新しい道ができたと思ってさ、曲がってたらすげえ後悔したの。うわ恐ろしいわ。途中で止まって車が挟まってあたりかと思って道が狭くてあれはびっくりしますね。人間って感じする、はい、なんでって感じですよ ね。あんなもんだって買収するだけでいくらかかるのって感じで、まあ大変なことなんですね。とてもない金額ですよあれ。買収しようと思ったらそれで買収した人もなんか損してるらしい。あんまり出してくれなかったみたいで、赤字食ってバレ別の場所に移動するみたいで。今日はちょっと厳しいってたよ。みたいです。あの日中のお偉いさんから聞いた話だけど、なんだっけな、あそこはなんだっけな、スキヤの近所に前パチンコやったんだよ。知りません。今あれだったけど、介護施設に。進行部。しだくする前だ。しだくする前。うん、パチンコ屋だったって前。あ、はい、そうでした。はい、あそこの土地があれだって、その3万5千だった。いや、あ、そんなに異常かの土地で安いんだと思って、国道沿いで。山みたいなもんですね。ね。安っ。3万5千ですよ。あ、そんなに安いのだと買っちゃった方がいいぐらいです。びっくりしたよ。なんだかその移動距離がトントンの跡地を今はそもそもなくなって、うん、あそこになんか移動できるようにするみたいな話があって、でもなんか移動しなきゃいけない人があそこを代替地として使うみたいな話をこの間聞いたんです。住んでた人が移動してくださいってなった人は、ああ、なんか検査に引っかかったとこなんとか聞いたんだよね。結構ちょっといいお客さんだったから大丈夫ですね。衝撃ですよね。朝日台の方に行っちゃいました。あとそこにほら電線の設備のから変えちゃったじゃない。ありました。あそこも行っちゃったのもすごい大事。やっぱり会社があるとってことですよね。たまに来てくれたもんね、あの仕事したの。いやー、激変の変わりましたよね。この通りに自力になってたんだ。ちょっと変わっちゃいましたよね。